ソフトテニスが上手くなる肩甲骨ストレッチ、ストレッチシリーズ、はい、ストレッチシリーズやってまいりました。結構前にですね、股関節ストレッチ7つのっていうのをちょっと紹介させてもらいました。で、今日は肩甲骨周り、サーブとかもね、肩甲骨柔らかい方がいい、まあ、ストロークとかもこの辺がね、とにかく柔らかい方がいいよみたいなのってよく聞いたこともあると思うんですけど、じゃあ実際にどうやってここ柔らかくしていけばいいんだろうっていうような、ね、疑問なんかもあるかなと思いますので、今日はこの肩甲骨周りが柔らかくなるような7つの、あのルーティーンストレッチ、あ、いいです、はい、毎日これやってくださいっていうような、ものを紹介していきたいと思います。少し今日は説明しながらもやっていくんですけど、慣れて流れを動いてくれば5分とか10分あれば十分できる内容になると思いますので、ストレッチに取り入れてもらえれば嬉しいなと思います。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、それでは肩甲骨ストレッチをやっていく前に、簡単に肩甲骨 の柔軟性を皆さんチェックしてみましょう。これすごい簡単ですけど、後ろを向いてもらって、体の後ろでこうやって手が組めるかどうか、右手が上で左手が下の方は結構僕組める、逆がギリギリ指が届くかなぐらい、まあ、左上の右下の方がちょっと今硬いよっていう感じで、右手側の時は指が掴めるぐらい感じです。これがまあ皆さんもチェックしてもらって、今からやる7つのストレッチをやった後にもう一回やってみて、どれぐらい柔らかくなるかっていうのをちょっと実感してみてください。で、一つ目なんですけど、まずこの脇の下のマッサージをしていきます。やり方は上向きに寝ます。で、上向きに寝たらバンザイをしていただいて、バンザイするとですね、この肩甲骨の外側のあたりが、皆さんこれ手で触れるんですけど、なんとなく分かりますか、ここにちょっと硬い骨がこのところにあります。で、この周りを、あ、自分の親指を主に使って、これちょっとグッグッと押してあげてください。で、肩痛い人とかで腕上がらない人はもうこれぐらい腕上げた状態で十分ですから、上げれる人はしっかり上まで上げてほぐします。で、今度こっちの人差し指、中指、薬指、小指の4本を使って、胸のこの下の方、胸筋ここにありますよね、この裏側の方にグイッと指を入れてあげて、ここもちょっとほぐしてあげてください。先にここをほぐしておくことによって、かなりそれだけでも肩が動かしやすくなると思います。反対も全く同じですね。親指を使って肩甲骨の外側をほぐして、そして人差し指と4本の指を使って胸筋を少しマッサージしてあげてください。まあ大体1分ぐらいでこれはいいかなと思います。はい、 OK です。で、次2つ目いきましょう。2つ目はこのように手を置いて、膝必ず曲げてください。腰が反らないように膝を曲げた状態で行います。ここから今度は肩を上にグッ持ち上げていきます。こういう動き、上げ下げ、上げて下げて、上げて下げて、肩甲骨を上下に動かす運動になります。肘がこうやって曲がらないようですね、肘は動かないように、腕はまっすぐ伸ばした状態で、肩だけを上下に10回動かしてあげてください。これが終わったら今度は肩を前に出していく、前に出して下ろす、ちょっとこの時胸を張るようにグッと寄せてあげてください。前に出す、寄せる、前に出す、寄せる、前に出す、寄せる、前に出した時に肘とかは自然にこうやって浮きます。出してリラックス。
してリラックス。でこれが終わったら次は両手を横に開きます。開いたら今度は腕をひねる運動、内側でちょっと右手と左の動きは違うんですけど、右手は内にねじって、左手は外にねじって、こんな感じで顔は外にねじってる腕側を言います。これを入れ替えます。今度は右側を外側にねじって左側を内側にねじる。なんで首が今度は右に向きます。これを繰り返します。ねじる、でねじる、左右交互に繰り返し動かしていきましょう。よいしょ。だいたいこれも10回ずつぐらい、右10回左10回ずつぐらい。でねじる時のポイントなんですけど、ここの前腕って言って前側の方ですね、この下の方をもうねじるんですけど、大事なのはこっち上腕からグッとねじるようにしてください。上腕からここが動いてないんです。これが分かりますか、この上腕の部分がぐる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 。サーブ打つ時とかも上腕がしっかり内旋外旋とかスマッシュとかもそうなんです。これが動きができないと可動域が狭くなってしまうので、これをしっかりと出すようにしてあげてください。ここまでが仰向けの種目になります。動画の途中でお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾では札幌ソフトテニススクールを開催しております。ウッチーが主にメインのコーチとなって、キッズクラス、基礎クラス、応用クラス、さらに上のエキスパートクラスという4クラスを行っております。札幌近郊でお住まいの方で僕とウッチーの指導を実際に直接受けてみたいという方がいましたら、番組下概要欄のスクールのページから無料体験のお申し込みをできますので、ぜひ無料体験のお申し込みをしてみてください。次はうつ伏せでより背筋、背中の筋肉と肩甲骨を一緒に動かす運動をしていきましょう。でうつ伏せに寝ます。寝たら足はかかととかかとをピタッとくっつけてもらって、お尻とお腹をちょっとキュッと力入れてあげてください。最初は Y、 アルファベットの Y を手でこんな感じで作るように両手を少し横に広げます。体を起こす、胸を特に起こす、この状態で腕を上げます。1で床につくギリギリまでです。また2下ろす、3下ろす、4下ろす、5でこの時に体でよいしょねって反動をつけるんじゃなくて、体を起こしたまま肩から、肩肩甲骨から1、2、3、4っていう風に動かすように10回やってみて。で Y が終わったら今度は T、 真横に広げます。 T の運動、 T も10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で次に腰に手を当てます。腰に手を当てて体を起こして肘を上にグイッと上げます。そこから肘を床につけるぐらい下ろす。これ結構肩関節硬い人できないかもしれない、肩肩甲骨周りが硬い人はちょっと苦手な人も多いと思うんですが、これすごく大事な動きなのでこれも10回やっておきましょう。よいしょ、あと5回。1、2、3、4、ラスト、はい、OK でーすっていう仰向けが4種類、うつ伏せで3種類の肩甲骨運動をやってみてください。僕も今やったんですけど結構なんかもう軽いなっていう感じがします。ちょっと最初のチェックやってみましょう。最近はギリギリこんな感じだったんですけど、ちょっとこう余裕持って
で左です。はい、さっきより言ってます。指がギリギリ届くところからちょっと掴めるぐらいです。一旦っていうような感じでやると結構その場で柔らかく皆さんなると思います。この肩甲骨ストレッチやって、ここが大きくしなやかにですね動かせるようにやってみてください。ここが固まってると肩が痛くなったりとか肘が痛くなったりっていうケースも結構あるので、肩とか肘を怪我しないためにも肩甲骨大事ですし、こういうストロークとかを柔らかく打ったりとかスマッシュとかサーブを柔らかく打つためにもすごく重要な、ここは関節骨なので柔らかく動かせるように毎日10分ぐらいかなやってみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。